ますね。はい、村上監督も、今インタビューを受けていましたが、さあこの試合のハイライトを見ていきたいと思います。まずはダブルス、ダブルスはもう一辺の2人でしたね。そうですね、素晴らしいプレー多かったんですけれども、はい、やはり最後はずっと組んでいる香港の2人ですよね。日本ペイの2人が強かったですね。はい、やはりコミュニケーションのところというところがやっぱり大きかったというふうなゲームでしたね。大きかったですね。はい、そして第2マッチ、早田と加藤美優のゲームでした。これはもう早田の勢いと加藤のこのバックハンド、そうですね、はい、まあ、お互いの良さを出し合った試合ですよね。はい、本当にわずかの差でした。ゲームカウントは 3-1 で早田は取りましたが、はい、はい、とのわずかなところでした。そうですね、この1本2本の差でしたよね。はい、最後は早田が4連続ポイントで第4ゲームを取ってマッチカン、ゲームカウント3対1でした。そして第3マッチは今度はもう本当に一進一退のゲームが続いて、インタビューでも村上監督ありましたが、10対10が3回続いたんですよね。はい、はい、村上監督信じてたと言ってたんですけれども、私はもうこのまま終わってしまうのではないかなと思っていたんですけれども、やはりチョン選手がしっかり最後戦術を切り替えてきましたよね。そうですね、はい、最後10の第3ゲームを取ってからは一気に勢いをつけたのがチョンジヒでした。そして第4ゲームは前田とサベタプトスターシニー。そうですね、お互いいいところ出てたと思うんですけれども、そうですね、やはりサイタブット選手が積極的でしたよ ね、 そうですね、パターン作ってしっかり自分の攻めるボールを多く出していましたので、はい、まあ、すごくいい試合だったと思います。はい、両選手とも連続ポイントが多く、お互いの流れを取っているときはしっかりいったんですが、最後はサイタブットスターシニーが自分のゲームで締めたという形になりました。そしてビクトリーマッチは第2マッチの再戦で早田ひなと加藤美優、ただ第2マッチとはちょっと違いましたね。ちょっと違いましたね、まあ、お互いもう一度試合してますので、お互い分かった上での戦術でしたよね。はい、7連続ポイントが早田にはありました。まあっという間に終わったという感じでした。そうですね、はい、もう途中で完全に流れが早田選手に来ましたよね。はい、ということでゲームカウント3、マッチカウント3対2で日本生命レッドエルフが日本ペイントマレッツを下して今季初勝利を挙げたというゲームでした。